えー、クリスチャンの寄り道を聞く皆様こんばんばは秋元です今日は、えー、ひやりとしたお話ということで話をしていきたいというふうに思います。えー、僕はですね、えー、っと、平日いつも月火水とですね、こう父の付き添いで、えー、このいろんな地方に行ってですね、 父の、えっ、ー、と、こキリスト教の聖書のお話をしてもらってるんですけど、そのお手伝いをしているんですね。なぜそれが必要かというと、父は要介護3でですね、あの、ちょっと介護が必要なため、一緒に行っているわけです。で、なのでですね、えっ、ー、と、だいたい月曜日から水曜日まで行っているんですけれども、先日ですね、日曜日に僕はぎっくり腰をしてしまいました。 ででっっっくりしをしてしまった時にはっと思ったに思んですねあこのままでは月曜日からの、えー、その講演会周りに一緒についていくことができない、えー、僕がいつもやってるお仕事なんであこれはできないのはまずいと思ったんですねなので神様にお祈りしました神様、えー、ごぎっくり押ししてし,まし,してしまいましたけど癒してくださいってお祈りしたんですね 大体いい僕はぎっくり腰をすると1日2日は活動できなくなってしまいますのであの、まあ、腰が痛くて立てなくなってしまうんですねでその時のぎっくり腰も結構重くて四、ね、つんまいにならないと、えー、こう移動できないというようなそんなぎっくり腰だったので神様に癒してくださいっていうふうに一生懸命お祈りしたわけです。 でその日ですね、えー、このいろんな教会の YouTube を見ているときにです、ね、その教会の年度の見言葉、まあ、スローガンみたいなものがですね、えー、言っていた教会があったんですね。で、それを見たときに、すごくその言葉は心に残りました。その言葉は何かというと、「きよ光を放て」っていう御言葉だったんですね、聖書の言葉ですね。 でそれを聞いててからでですすね僕の体に変化が起こってきたんです一切もうこの身動き取れなかったんですけれどもあのだん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 動けるようになってきてですね壁伝いに歩けるようになってまたまたしばらくするとですね一人で取りに行くことができるようになったんですこのスピードで治っていくっていうのは僕の経験上ありえなかったんですねでなんとかその日の夕方には自分一人で行動ができるぐらいまでに回復していきました これはですね神様の奇跡だというふうに僕は思っております。えー、そしてですね無事に月曜日から、えー、父のですね付、えー、き添いで、えー、この四国に、えー、行くことができました。えー、ほんとひや,ひやりとしましたけれども神様に守られました。えー、感謝します。